えー、ずっと本を読む心理学でいいじゃないですか。そもそも好きなことより得意なことを先にやって成功したら好きなことでリズベニスでいいって感じですね。はい、メンタリストナガオさん、ざわざわ。だから、まあ、なので僕その本読みはいいなのであの別に心理学にそんな興味があったわけじゃないですよね。なんでその経済の本も読むし一応法律系も読んだりはするのでなのであの心理学の学部に入ったから得をしたことっていうのを挙げるとすると多分統計の知識を得たことですね。 あの、まあ、文系ってそのじゃあ,あの日本史学科とかじゃあフランス語学科とか英文学科とかってまあなんか卒業論文を書いて終わりなんですけど。あの 心理学の場合って、実はゼミっていうのがあって、あの自分で調査実験をしたりしてで、そこの調査実験の結果っていうのを、例えばその200人にアンケートを取りました。で、こういうアンケート結果っていうのを分散分析にかけて、有意差はこれぐらいだったので、その研究の結果の結論としてそれはあの、論文として一応あのすごい効果のあることが発見できましたよみたいなことを出すっていうのがあったりするので、なので、あのそこら辺の統計が割と使えるようになったっていうのが、僕は今でも役に立ってるのかなと思うんですけど。で僕ががやっった実験っていうのが あのまあ、人間ってその7プラスマイナス2の記憶力っていうのがまあ言われてるんですけどなのであの電話番号ぐらいが人って記憶力はできるんですけどそれ以上記憶するのってなかなか難しいよねっていうのがあってであのそのじゃあどうやって記憶をするのかっていうのでその数字で言うとまあ7プラスマイナス2ぐらいなんですけどあの色を記憶するっていうのを Java で書いてでそれを何個ぐらい覚えられますかっていうのをあとネット上でやって200人ぐらい取ってリアルでもう30人ぐらい取ってやったのかな で、結果として、なんだかんだ言って、色も覚えられるのって7プラスマイナス2なんですよね。なので、あの数字に限らず、そのマジカルナンバーってやつで、基本的には人間っていうのは無作為なものであれば、だいたい7プラスマイナス2ぐらいしか覚えられないんですよ。で、たまに13個覚えるやつとかいるんですよ。で、そいつのやり方聞くと、だいたい普通とやり方違ってて、その音にして覚えるっていうタイプの人と、あと語呂合わせで覚えるっていう僕タイプがいて、で、その語呂合わせタイプの場合って、もうその色として覚えてなくて、 その色のの色頭文字だけけをを純粋に言いい続るるっていうのをやるんですよで言い続けるっていうのをやると音として出していて音として聞こえるのであのそのワーキングメモリーでいう7プラスマイナス2を超えたとしてもその口で言った音と耳で聞いた音っていうのとリズムがあるおかげで7プラスマイナス2を超えてもちょっと覚えられたりするんですよ。でなんかあのその11とか 12, 桁あの12色ぐらいまで覚えられるみたいなのがあったりしてそういうあの裏技的なテクニックを使う人がいるんですけど、まあ、基本的には7プラスマイナス2が大体あの収まるよねっていうのがあって数字だろうと何だろうとそんなもんだよねみたいなのがあります。はい まあ、暗記術もある種そんな感じですね。はい。はい、あのね、あの、そう、大悟さんがあの美女との温泉旅行の話とかしますけど、はい。なので、あの、大悟さんは今、保健体育学部を実験、あの実践でやってらっしゃるみたいなので、今後も、あの、実践の勉強をしていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど。で、あの、なんか、そん、えっ、ー、とね、キューブリックじゃなくて、なんだっけ、なまでした。あの、ロシアに記憶屋さんっていう、あの、見せ物をやる人がいて、まあ、この話もありましたことあると思うんですけど、あの、 めめちゃめちゃゃランダムで数字を大量に書いてってでじゃあその「壇上に来てください」っていうのでじゃあそこのおっさんっつっておっさんが壇上上がってランダムに数字バーって書くんですよ。であのじゃあこの数字でいいですかっていうので、ね、50桁とかのその黒板に書いてある数字をその記憶屋さんが「はい」って一瞬見て覚えて全部暗唱するんですよ。でそれがなぜできるのかっていうのであの実はある種の工事機能障害であの記憶と感覚があの混合混同を起こしてるんですよね。 ではその数字の8を見たときにあの匂いを感じるとか、6を見るとその青い色が浮かぶとか、その数字を数字として捉えるのではなく、各数字に匂いとか色とかその思い出とかいろんなものが重なっちゃって記憶しちゃうんですよ。なのでその、あの単なる数字というわけではなく、そのエピソードとして覚えちゃうんですよね。ではそのなんかあの 蜂蜜を食べた時の味で草原があって家が建ってるようなイメージってなると。で、それを数字で言うと四六七五みたいな感じで覚えちゃうんですよ。で、それってその短期の数字の記憶を使うのではなくて。エピソード記憶っていう、その。自分ってこういう思い出があるよねっていうエピソードの方で記憶したんですね。共感覚っていうやつたんですけど。これ実は、あの、その、ある種の、あの、脳の障害なんですけど。まあ、それを利用して、あの、覚えるっていう、あの、見せ物の人がいたんですけど。なんだろう、高次機能障害の人で割とするんですよね。で、匂いで記憶を蘇ることがあるって、今コメントで書いてるんですけど。あの人間って実は匂いの。 記記憶が一番記憶が番力としし強いらしいらんですよね、まあ、その人間の鼻がなぜ全面についてるかっていうとなんか火事が起きたりとかそのなんかものすごいやばいもの、まあ、腐ってるとかっていう危険を感じるのってまずはあの匂いなんですよやっぱあの暗いと目だと見えなかったりするのでなのでその危険を感じるためについてる鼻ってその匂いに関しての記憶力ってすごい強かったりするのでなのでそのあのなんかえと小学校の時の友達の家の部屋の匂いとかって結構行ってみると思い出したりするんですよねあこの匂い知ってるわみたいな。 でその僕、あのアメリカの本のにいっていうのがあって、そのとねたまーにあるんですけど、アメリカの本屋の本を開くと、あこの匂いねっていう匂いがあったりするんですよ。っていう感じで、そたなんかあの、まあ、多分大学の時の記憶とかが重なっちゃってると思うんですけど、あのそういう感じでそのあのあ人間ってなんか記憶、においに関しての記憶だから、結構強く覚えてたりするので、なので、あの子供の頃になんかあの作られた料理とかで、なんか突然出されると、あれ、これなんか食ったことあるなっていうので、匂いで思い出したりとかあったりします。